こんにちは、和義です。さあ今日は水曜ということで、初めの一歩最新話の更新日、最新1427話の解説やっていきます。今回は前回宮田が明かした仙道がリカルドに勝てない理由が明かされていきます。宮田はなぜ仙道がリカルドに勝てないと思っているのか、仙道対リカルド戦に向け大事な回となっているのでぜひ視聴していってください。まず前回のラストで宮田が言った仙道が勝てない理由、これが明かされました。まずこの宮田は仙道と5日間スパーをやってきた後ですが、宮田の顔はご覧の通り綺麗なまま、つまり仙道のパンチはほぼ当たらなかったということです。宮田の顔を見て謎に一歩が照れ出してますが、普通にキモいっすね。ここで一歩が言及したのは宮田の凄さ、世界戦挑戦前の選手のパンチをほぼもらわないなんて宮田くんのレベルが高すぎると。まあランディボイジュニア戦の宮田の動きは常軌を逸してましたからね。仙道では宮田の動きを捉えられないというのが現実なのでしょう。一歩にすぐに世界チャンピオンになれるよと言われるが、宮田は冷静でした。ベルトを取りたい気持ちとリカルドを倒したいというのは別だ。世界戦は大勢の人間と大金があって実現する舞台だ。報いるためにも可能性の高い方を選ぶ。宮田はすごい冷静でらしいですね。別にリカルドにこだわっておらず、可能性の高い方を選ぶと。また自身とリカルドの力量の差も理解していました。リカルドは俺の上位互換、一つ一つのスペックにとんでもなく、あるいはわずかに差がある。攻略できる可能性は今のところ限りなく低いと。この冷静な分析も宮田っぽいですね。その宮田にパンチが当たらないという現実、なので仙道がリカルドに勝てるわけないというのが宮田の意見です。しかし一歩の見解は違いました。一番期待感あるのは仙道だと。つまり仙道がリカルドに勝つ可能性を信じています。そもそも一歩はリカルドが宮田の完全上位互換とは思っていないが、二人のボクシングに互換性が多いというのは同意見であれば、チャンスはあるというのが一歩の考えです。リカルドの付け入る隙は気の強さ。確かに宮田もリカルドも冷静に見えて気の強さを内に秘めたボクサーです。リカルドはウォーリー戦でリング中央での打ち合いを望んでましたからね。距離を詰めずに戦えばウォーリーはノーチャンスだったので、距離を取って戦った方がリカルド的には確実ですが、リカルドは気の強さゆえ正々堂々と打ち合いを望みました。気の強さというより強さへの探求ゆえでしょうね。外から見ていた一歩には気の強さに映ったでしょうが、この姿を見たビルはリカルドと出会った頃を思い出していました。その時リカルドがビルに言ったのは、強いってどんな気持ちなの。これは一歩がボクシングを始める時に思ったものと全く一緒なのですが、リカルドも同じく強さへの探求心からボクシングを始めたことがわかります。ビリー戦もそうですね。ビリーの誘いにあえて乗るリカルド、そのままジャブで左腕を破壊しリカルドが勝利。この時のリカルドの心境は、己の力がどれほどのものか知りたかった。これも強さの探求心ゆえの行動。相手の土俵で勝負する気の強さは、リカルドのボクシングをやる動機である強さの探求から来ていることがわかります。一方は鮮度のパンチは危険ゆえ細心の注意を払わないと5日間も練習に付き合えないと分析、ゆえにある程度余計に徹したと見抜いていました。防御に専念した宮田を捉えるのは難しい、だからこそのノーダメージだったと。しかし宮田はだったらバックギアを踏み続ければ判定で楽勝と反論しますが、ここで出るのがさっき一歩が言った気の強さです。判定で良しとするには気が強すぎる、必ずどこかで応戦するし倒しに来ると。実際さっき説明した通り、ウォーリーさんで判定勝ちを狙うという選択をしませんでしたからね。その少ない接点の中で何かやってくれそうなのが仙道だと。宮田はボクシングってのは相手の嫌がることと裏をかくことを徹底するものだろうと考えてましたが、それが正論で正しい考えではありますが、実際宮田もその正論だけで動いてないように、ボクシングってのは正論だけでやれるスポーツではない。やはり人間がやってるものですから、どうしても気持ちが介入してしまう。リカルドも勝つための最適解を追うボクシングをやってるように見えて、やはり強さの探求という自身の気持ちを優先させてしまう。なので一歩のこの分析は非常に正しいものというのがわかります。そして一歩の分析ではさすがに足は宮田の方が速い模様。まあリカルドがあそこまで圧倒的スピードで動いてる描写はないですからね。どちらかというとガードを固めて付け入る隙を見せない印象です。そしてこれら一歩の分析を宮田は全てが的確で冷静な判断と洞察だと評価。やはりこの一歩の分析は非常に的確なものであると。これは一歩がリング外からボクシングを見ているゆえ、つまり引退した一歩がまたしても評価される流れ。さすがにこれはもうええんちゃいますかね。一歩の評価まだ上がんのかよってテンション上がる人いるんすかね。でもまだまだこのノリは擦るんでしょうね。ということで一歩の分析は的確なもので、間違いなく仙道対リカルドはこんな展開になるだろうと。仙道の土俵である足を止めた打ち合い、ただでさえ仙道ってのは自分の土俵に引き込むのが得意のボクサー。ゴンザレスという普段は冷静なボクサーも早々にモードミキストリーを引き出し、ゴンザレスをアウトボクシングからインファイトに引きずり込みました。この自分の土俵に引きずり込むというのもある種仙道の能力と言っていいでしょう。間
違いなく仙道は打ち合いという自分の土俵にリカルドを引きずり込むと思います。リカルドの性格的にもね。そして仙道の破壊力と野生の勘、そして対リカルド用新兵器、これらがあれば打ち合いならリカルドも被弾し、十分なダメージを負う展開は考えられる。リカルドの発弾を拝める可能性は十分に考えられますね。仙道対リカルドの世界戦もそう遠くなさそうなので、どんな試合になるのか非常に楽しみなところです。今回もご視聴いただきありがとうございました。サブチャンもやってまして、サブチャンでは今ハマってるアニメの解説やってます。今は呪術廻戦の解説やってるので、アニメの撮り方はぜひこちらもご視聴ください。チャンネル概要欄に載せてます。